アコースティックの卓球ラケットです。日卓の卓球ラケットで福原愛選手が使用していることでも有名です。弦楽器シリーズの卓球ラケットで大人気のアコースティックです。このラケットは特殊な接着剤を使用し、他の卓球ラケットとは一線を画す性能となっています。定価は高いのですが、他の卓球ラケットとは違うということがすぐにわかる感じです。ボールを当てると弾みは5枚合板よりも、平均的な5枚合板よりも強い弾みがあります。弾みが強く コントロールしにくいのかというと、そうでもありません。スピンをかけると、板は硬い感じがするのですが、スピンをかけるとこの硬い板がしなる感じがあって、スピンがとてもよくかかります。当てるとかなり飛びがいいのに、かけるとすごいスピンがかかる、とても高性能な卓球ラケットです。このとても高性能な卓球ラケットですが、合う人にはすごく合うのですが、ちょっと合わない人には合わないというちょっと特徴のある感じです。ドライブした時、サーブの時、突っつきの時、回転がかかって、そのイメージで打つと飛びすぎるという時もあります。他のラケットとはちょっと特徴が違うので、素晴らしいと絶賛する人が多いのもうなずけます。